和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21。今週も始まりました。和気あかな子です。三浦君です。よろしくお願いします。今日はまず熊本県を中心に九州地方で4月14日から続く一連の地震に対する和歌山県の支援の取り組みについてお伝えします。熊本県では多くの人たちが避難生活を送っていて、和歌山県では県職員を現地に派遣するなど様々な支援を進めています。最初の地震発生翌日の4月15日、まず警察災害派遣隊が熊本へ出発。16日には災害派遣医療チームの DMAT と県危機管理局の職員3人が現地に出発したほか、17日には県が災害発生時用に備蓄していたアルファ化米2万食を災害時の協力協定を結んでいる県トラック協会の協力を得て支援物資として発送しました。そして19日からは保健師を益城町に派遣、21日からは避難所の運営を行う職員を現地に派遣したほか、県立医科大学附属病院をはじめとした災害拠点病院から医療救護班が派遣されました。4月22日には県土整備部の職員など被災建築物の応急危険度判定士4人が熊本県へ向け出発。現地では人命に関わる二次的な災害を防ぐため、被災した建物の被害状況を調査し、余震などによる建物の崩壊や外壁の落下などの危険度を判定して表示するという活動を行っています。4月26日の定例記者会見では仁坂知事が避難生活中の高齢者など休息が必要な被災者について、5月の大型連休明けにも県内のホテルや旅館などに受け入れる方向で調整していることを発表しました。1000人ぐらい引き受け可能ですよということを、これまた熊本県の知事に申し上げてあって、和歌山県では今後も要請に合わせて復旧期に必要な人的支援を実施していく予定で、県の取り組みについては来週放送の紀の国21でも詳しくお伝えします。また被害を受けられた方々を支援したいという県民の皆様の気持ちを一つにして被災地に届けるため、熊本地震義援金を募っています。義援金受け入れ口座は紀陽銀行県庁支店普通口座、口座番号407968、口座名義は平成28年熊本地震義援金です。紀陽銀行本店支店の窓口および ATM での紀陽銀行カードまたは現金による振込の場合、振込手数料は無料です。もしくは紀の国信用金庫本店普通口座、口座番号2642962、口座名義は平成28年熊本地震義援金です。紀の国信用金庫本店支店の窓口での振り込みの場合、手数料は無料です。所得税法および法人税法並びに地方税法に規定する寄付金控除の対象に該当します。詳しくは県庁福祉保健総務課電話073-441-2472、ファックス073-425-6560までお願いします。県民の皆さんのご協力をお願いします。します。では今週の特集を紹介しましょう。前半は農業試験場でついに完成した新たなイチゴ品種の研究開発をリポート。後半は地場産業の技術を生かしてブランド構築に取り組む県内企業を紹介します。紀の国21、
前半は成果が続々と出ている農林水産業競争力アップ技術開発の中から農業試験場での研究開発を紹介します。キミちゃんのリポートです。はい、農業試験場といえばこちらのブランドイチゴマリヒメをはじめ、はい、これまでも何度か研究開発の成果をお伝えしてきました、うん、はい、このマリヒメは大粒ですごく甘いですし、はい、すっかり和歌山ブランドイチゴとして定着してきていますよね。そうですよね、はい、私も大好きなイチゴなんですが、今回マリヒメのある弱点を克服した新たなイチゴ品種が完成したということで取材をしてきました。ご覧ください。こちらが紀の川市の和歌山県農業試験場です。野菜、牡蠣、水筒の品種選定や栽培管理をはじめ、病害虫防除や土壌肥料など農業経営に関する試験研究のほか、競争力アップを目指した県産オリジナル品種の開発などを行っています。こちらの農業試験場で誕生した県産オリジナルのいちご品種マリヒメは国内トップレベルの果実品質で市場評価も高く、収量も多いことから多くのいちご農家から支持されてきました。しかし一方で農家を悩ませる炭疽病に弱いという課題がありました。そこで農業試験場では平成24年度から農林水産業競争力アップ技術開発事業として病気に負けないオリジナル品種の開発を進めてきました。まず今回の研究開発の経緯について教えていただけますか。はい、今回の育種につきましては、平成24年にですね、いちごの交配を行いました。で、交配につきましては、今回炭疽病に強い品種というのを目的の一つとしておりましたので、はい、香りのという品種が強い品種としてですね、登録され、販売されております。ですのでその品種と、今和歌山県で作っている幸の花、マリヒメで、今回、親系となるんですけども恋の花という3品種を掛け合わせて、はい、育種を行いました。でその中で、約1万株のですね、未生苗を、育成することができまして、そこからですね3年間かけて、食味であるとか、形とか色合いとか、そういう果実品質に加えまして収穫時期が早いとか遅いとかいろいろありますけども、はい、そういうふうな和製性とかですね、病気の強さという部分で選抜を行って、この春にですねやっと1系統に絞ってキノカという名前で品種登録をしました。ついに完成と思うと本当に嬉しいですよね。ありがとうございます。これまでを振り返って苦労された点はありますか。そうですね、やはりこう1万株最初ありますので、そこからどういうふうにして絞っていくかという選抜の段階が非常にこう時間がかかりました、はい、まず重要視したのが食味、味ですね、うん、味と形、果実品質の部分でして、はい、これには一つ一つこう一旦食べてですね味を見てから選んでいくという作業が、はい、必要になります。それが私たち5人でかかってやったんですけども、その食味調査に非常にこうみんな苦労しました。あとですね、病気に強いということが必要でしたので、はい、二次選抜の段階でですね、病気の強さを見たんですけども、思うような結果が出なかったりとかいうこともありまして、ちょっと時間が、かかったところもあります。そのキノカの特性について改めて教えていただけますか。はい、このキノカはですね、収穫時期がまず早くというのがあります。11月の中旬から収穫できるという、極和製のイチゴになります。でもう一つは、炭疽病の大量性の部分でありますけども、このサチノカという品種とほぼ、同じ程度の、病気の強さというふうなことになっております。キノカという名前はどうやってついたんですか。はい、このイチゴ、すごく香りがいいんです、はい、紀州のですね、香りのいい豊かなイチゴというふうなことで、キノカというふうに名前をつけています。気になるお味を私もちょっと試させていただきたいんですが。はい、わかりました。はい、いただきます。はい、確かにすごく爽やかな香りとお味も美味しいですね。はい、程よい甘みで。
これで炭疽病にも強く、はい、収穫の時期も早いんですよね。そうですね、はい、すごく戦力になってくれそうですね。はい、期待しています。美味しいです。ジューシーですね、はい、マリフェと食べ比べてもらうとですね、うんうん、違いがよくわかると思います。そうなんですね、はい、マリヒメもいただいていいですか。マリヒメがまあこの果実になります。はい、マリヒメおなじみのね、こちらも大粒でコロンと可愛いマリヒメですが、はい、いただきます。うん、やっぱりマリヒメは甘みがドーンと前面に来る感じですね。はい、そうです。すごく甘みのあるマリヒメに比べて、キノカは爽やかな味ですよね。そうですね、はい、それぞれに違った分野で活躍してくれそうですよね。はいはい、どちらも美味しいです。ありがとうございます。豊かな香りと爽やかな酸味、マリヒメに続く人気ブランドとして期待も高まりますよね。実際にキノカの試験栽培を行っている岩出市の中村さんを訪ねました。中村さんはいちご栽培40年の大ベテラン、主にマリヒメを栽培しています。キノカの試験栽培をされてみていかがですか。はい、まあ、作りやすそうですね。はい、やっぱり炭疽病に強いというところも特徴の一つ。マリヒメに比べて、まあ、強いって聞いてますんで、はいはい、お味の方はいかがですか。マリヒメに比べて少し酸があるんかな、うんうん、まあ、それでも美味しいです。そうですよね、はいはいはい、やっと完成したこのキノカですが、はいはい、どういったところに期待されますか。まあ、マリヒメに比べて、まあ、病気に強いということで、そしてまた和製品種で11月から出荷できるということで、みんな期待してるに違うんですかな。はい、やっぱり農家の皆さんにとっては11月早い時期から出荷をできるっていうのはすごく嬉しいことですよね。うん、そうですね、冷蔵庫に頼らんとできますよってね。はい、中村さんをはじめ農家の皆さんにとってはこのキノカやマリヒメを開発した試験研究所ってどういった存在ですか。はい、まあ、いつもいつもお世話になってるんですけどね、いろいろ病気やら害虫、まあ、そういった時にいろいろ調べてもらって、そしてまたそれに対処できるいろいろな方法を教えてもらったり、まあ、勉強させてもらってますね。はい、まあ、品種によってもいろいろ栽培方違いますんで、そういった点でもいろいろ教えてもらったんです。はい、このキノカも出荷に向けてこれからも楽しみですよね。うん、そうですね、皆さん期待してるん違うんですかな。はい、新品種キノカへの期待も大きいようですね。最後に東研究員に今後の展開についてお聞きしました。まあ、現在こう3月に品種登録出願をしました。それで、まずですね、農林水産省の方から、出願、品種登録公表というのがあるんですけども、はい、まあ、全国的にこの品種が出願されましたよという、こう一般的に公表されることがまず必要でして、はい、それが、まあ、予定では半年ぐらい後になるかなと考えております。で、その後、本格的な、品種登録というふうなことになるんですけども、これもやはりこう2年ぐらい現在かかっている状況です。本格的な栽培が始まるのは平成30年頃からかなというふうに考えています。ですので、市場とかですね、スーパーに出回るのは、はい、もう少し待っていただきたいなというふうに思っております。楽しみにしてます。はい、ではこれからの意気込みについてお聞かせください。はい、まあ、今回、市販品種としましては、マリヒメについて、まあ、キノカというふうな形になるんですけども、もっとですね、こうやはり現場の方からは、もっとこう病気に強くて品質のいい、収量性の高い、作りやすい品種というのが求められております。ですので、まあ、このキノカで終わるんではなくてですね、今後も、新しい品種を、育成を目指して頑張っていきたいというふうに思っております。これからも楽しみにしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
昨日かいよいよ完成しましたね。はい、完成しました。早く私たちも食べたいですね。そうですよね、うん、名前の通り香りがよくって、あと適度な酸味と甘み、そのバランスがとってもよくて本当に美味しかったです。はい、これは11月に出荷できる和製品種ということで、うん、クリスマスケーキなどの生産時期に間に合うので、それもセールスポイントになりますよね。そうですね、はい、マリ姫に続く人気ブランドになってほしいと思います。はい、前半は農業試験場でついに完成した新たないちご品種の研究開発についてお伝えしました。きのくに21、後半は技術を生かして新たなブランド構築へと題してお送りします。古くより地場産業が盛んな和歌山、その中でオンリーワンの技術や製品を生み出している企業も数多くあります。今回は地場産業で培った技術を生かした新たな商品開発や販売などに取り組む県内企業と県の企業支援策についてご紹介します。まずは県の企業振興課に取り組みについて伺いました。そちらをご覧ください。県では県内企業のさらなる成長と県経済の発展を促進するために、例えば創業支援でありますとか中小企業の皆様の新商品の開発、あるいは販路の開拓、人材の育成といったさまざまな取り組みに対して多面的に支援を行っております。でこのうち和歌山地場産業ブランド力強化支援事業では、地場産地の企業あるいは複数の企業のグループによる新たなブランド作りのための新商品の開発でありますとか販路の開拓といった取り組みに対して最長3年間で、単独企業の場合は最大1000万円、複数の企業グループによる場合は最大2000万円を補助金という形で支援をさせていただいておりまして、これによって県内企業の皆様の新たな挑戦をサポートさせていただいております。地場産地の企業がこれまでに培ってきた技術や経験、ネットワークなどを使って新たな商品サービスによるブランド作りを支援しようというものなんですね。はい、そうなんです。続いてはその支援策を活用した県内企業を紹介します。こちらをどうぞ。和歌山市馬場にある和田メディアス株式会社です。社名にあるメディアスとはいわゆる編み物、編むことによって作られた素材を一般的にはニットと言いますが、昔はニットと呼ばずメディアスが編み物を意味する言葉でした。和田メディアスの工場では天井から吊り下げる構造の編み機、吊り編み機を用いて製品を生み出しています。編み機の原型と言われるこの吊り編み機ですが、現在主流である大量生産が可能な進化編み機が登場して以降、生産効率が劣るなどの理由により採用する工場がどんどん減少していきました。そのため現役で稼働しているものは世界でもごくわずかなんです。しかしこちらでは釣り編み機でしか生み出せない製品の特徴に注目、他の工場が進化編み機へ移行する中、全国の工場などから釣り編み機を買い集め生産体制を整えました。さらに独自の改良や開発を続け、現在では生地の高い品質と希少性などが評価されるなど、多くのアパレルメーカーと取引を行っています。3年前からはこれまでなかった自社ブランドを立ち上げ製品を売り出しています。こっちで新しく工場を作るということで作って、ちょうど今から18年ほど前なんやけども、それから2年か3年経ってからこのままの状態だったら先行きやっていけないようになる時期が来るやろっていうことで、それじゃ何かって考えて、やはり製造直販っていうことでそういう自分とこで発信するっていう、製品を発信するっていうのをやりたいなって常日頃思ってたんです。そこへちょうど今から3年前にパタンナーさんで行って型紙作る人、
その、 女の方なんやけども、若い女の方が来られて、それからちょうど2日後にデザイナーさんが来てくれたんです。それで、どちらも住まい聞くと都内だったんで、で私都内東京まで上京やって、で2人合わせて、でこういうのを やりたいんやけどもっていうことで、また受けてもらって、それからのスタートなんです。仕事にっていうそのテーマで始めたんです。それはそれで良かったんですけども、結局その展示会なんかも自社で展示会やったんです。そしただけど認知度っていうんかな、 それがやはり案内書出すにしても得意先なり親友なりそういう友達なり そんなのところだけしかわからなくって、そこからのスタートだったんで、一般の人の認知度というのが全然なかったんです。ちょうどもう2年になるんやけども、世田谷のものづくり学校っていうところに入れて、まあ、日本で一番最初に、まあ、そういう廃校跡を利用するっていうなんであったんで、地方のそういう廃校になったところの市とか県とかの人が見学に来られて、それからそういう見学に来るとマスコミってテレビ局の人なんかもいて、でうちそこのものづくり学校に釣り網機を据えて実演っていうことないんやけども回してるんです。そしたらものすごく興味示してくれて、そういう地方で発信できたりとか、そんなんでちょっとずつ認知度上がってきて、うん、それでまあ今他社とコラボやらせてもらったりとか、いろいろ製品売ってる時に見てもそんなに変わらないです。だけど洗濯を2回やってもらうともう全然違うものになります。普通加工で柔軟剤入れたりとか柔らしとかそんなんはするんやけども、洗濯を繰り返していくとそういうのが取れてくるんです。そしてうちの生地は横と縦と伸びるんです。だけど一般的に大量的に作られてるのは横は伸びるけど縦そんなに伸びない。それで着てもらったら、あ、違うなって差は分かります。今度テーマを親子っていうそんなのテーマで、親が着て子供に着せたいな、または親父さんにも着せたいなっていう、そういう身につけて心豊かになるようなそういう製品ということで取り組もうと思ってます。2回洗濯すると全く違うっておっしゃってましたが、ね、はい、釣り編み機で編んだ生地にはいろいろな特徴があるんですね。そうですよね。大量に作るよりも品質の良さ、まさにものづくりにこだわっているんですよ ね、 そ, すね、はい、そしてさらに地場産業の企業が製品の素材を生産する従来型のビジネスモデルから、さらに企画提案型の企業に変わっていき、独自ブランドの価値を高めていこうという取り組みということで、はい、今後のさらなる展開も楽しみですね。 そうですね。では改めて和歌山地場産業ブランド力強化支援事業について伺いました。本事業では今回ご紹介いただいた和田メディアさんの他にも、例えば繊維関係で東京大手百貨店に販売されて実際にそのビジネスにつながった、そういう成功事例の企業さんもございます。まあ、県としましては引き続きこのような企業さんの新しい分野への展開を積極的にサポートしてまいりたいと考えております。また本事業は平成28年度の公募を現在行っておりまして、5月の31日まで受付をしておりますので、ぜひ積極的にご活用を検討していただけますようによろしくお願いいたします。和歌山県の企業が持つ高い技術力と情熱を改めて感じることができました。はい、こういった取り組みや新たな分野へのチャレンジで県内の地場産業がますます盛り上がっていくことを期待したいですね。はい、現在和歌山地場産業ブランド力強化支援事業費補助金の平成28年度の募集を行っています。締め切りは5月31日です。募集要項など詳しくは企業振興課電話 073-3255-1000
0734-241-2760、またはファックス 073-424-1199 までお問い合わせください。以上、技術を生かして新たなブランド構築へをテーマにお送りしました。さて、番組の最初でもお伝えしましたが、県では熊本地震義援金を募っています。はい、義援金受け入れ口座は紀陽銀行県庁支店普通口座、口座番号407968、口座名義は平成28年熊本地震義援金です。紀陽銀行本店支店の窓口および ATM での紀陽銀行カードまたは現金による振込の場合、振込手数料は無料です。もしくは紀の国信用金庫本店普通口座、口座番号2642962、口座名義は平成28年熊本地震義援金です。紀の国信用金庫本店支店の窓口での振込の場合、手数料は無料です。詳しくはご覧の県庁福祉保健総務課までお願いします。県民の皆さんのご協力よろしくお願いします。それでは今週のプレゼントです。はい、今週はプレミア和歌山に認定されている紀州梅たまごを3人の方にプレゼントします。ではプレゼントクイズです。今週の前半でご紹介した果物は1番みかん、2番いちご、どちらだったでしょうか。ご希望の方ははがきまたは紀の国21のホームページからご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀の国21の係です。ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。パソコン、携帯電話の両方からご応募いただけます。応募の際はお名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も5月4日水曜日必着です。プレゼントの応募の際にも番組へのご意見やご感想など一言メッセージを添えてお送りください。お待ちしております。それでは4月24日放送分のプレゼント、醤油マカロンの当選者の発表です。はい、クイズの答えは2番経済でした。当選されたのは和歌山市の林さん、同じく和歌山市の竹中さん、そして日高川町の滝川さんの3人の皆さんです。おめでとうございます。紀の国21、来週は熊本県で発生した地震による被災地に対する県の支援と、ますます巧妙化する悪質商法から身を守るために知っておきたいポイントなどを紹介します。それでは今週はこの辺で失礼いたします。